au ウルバーノシリーズ、ウルバーノウルバーノは、シャープが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。製造型番は W63SH。ウルバーノとはイタリア語で都会を意味し、ウルバーノシリーズの初代機となった。アクティブなエルダーシニア層を対象に、 高級で時計などをモチーフとしたアクセサリー感覚のデザインが用いられており、前年度の夏モデルである W52SH を元に再設計、再開発された。3インチのワイドクベがディスプレイやワンセグ、お財布形態、203万画素、AF カメラなど、必要な機能に抑えている。サブディスプレイは1.3インチと比較的大きい。同社の英雄向け端末としては、 初の内蔵式ワンセグ受信用アンテナを採用し、シンプルなデザインとなっている。また、加速度センサーを搭載し、本体の向きを変えると、ワンセグの画面が自動的に切り替わったり、歩数計で、歩数や消費カロリー、脂肪燃焼量の測定などができる。機能を制限せず、メールやメニューの文字を大きく表示する。デカ文字設定、着信音や受話音を聞きやすい音量にする。 デカジワ音、デカ着信音も利用可能。なお、同社性の1ゼブ、ドゥーレル、レおよび KCP に対応した音声端末としては最終機種となっている。など、ありがとうございます。